ニーのハッピーマンデー。はい、じゃあいきますよ。はい、マミーのハッピーマンデー。はい、今週も始まりました、マミーのハッピーマンデーです。今日は本当に盛りだくさんで用意してきました。盛りだくさんなんですけど、今日のゲストはですね、イラストレーターの眉のキートさんです。よろしくお願いします。お願いしますね。キートちゃんの話でもこれ今からもうこんなにわしゃわしゃだからね。何から話そう。とりあえずなんか載せれるだけ用意してきました。本当にすごいんだけどね。あの今月お誕生日の皆さんもね、おめでとうございます。なんか10月寒くなったよね。すごいそうそうそうね。でも私たちこんなあの半袖で元気に、スタジオの中は結構ね、私はもう半袖で元気に。半袖でも全然良かった、ね、こんな着なかった。ちょっと暑いかもしれない。ね、気分もになってきました。はい、ね、今誕生日の話したんだけど、実はなんですけど、私事でなんなんですけど、あの11月1日が私誕生日なんですよ。めっちゃ近いじゃないですか。で、まあ、カウントダウン入ってきたなみたいな。ただそういうお知らせを皆さんにしておきます。1日で皆さんお祝いしなくてですね。そう、何も特にイベントはないんですけど、誕生日イベント今年どうしようかなって思ったら、あの自分が物件借りるところの電気水道工事が入っちゃって、誕生日に誕生日に誕生日にもう工事してもらう人にお祝いしてもらわないと、ね、はい、そういう形になりましたんでね。はい、じゃあもうすぐ誕生日だけど、じゃあ今日はまず何から話そうかなっていうことで、あのそうだね、キートちゃんのこれいろいろな自己紹介がてら活動報告ですかね。僕が何してる人かっていうのを最初にお話しさせていただいて、うん、で その後それぞれの活動に関しての宣伝したいこと、うん、いっぱいあるんで、ね、伝えたいことこれ盛りだくさんな感じする。盛りだくさん用意してきたんで、それをちょっと普段 ね、はい、SNS 系が全然発信頑張れてないんで。あ、そうなんね。そう、もうここで全部出して、もうみんなにこれ見てって言えるようにしたいなって思ってます。 それで、あの今日なんですけど、あのちょっと今もういっぱいありすぎて見にくくなっちゃってなんなんですけどね。あのコメントをツイッターじゃないな、もう今ツイッター X って言いたくないけど、はい、X にあの OW アズパン FM までこちらにコメントくださるとですね、リアルタイムにね読み上げができるので、あのコメントじゃんじゃんください。あとね、あのこうマーミーが今背負ってるこれ実は防災リュックなんですけど、あのマーミーの番組では防災コーナーの間にコメントくださった方に抽選で毎月1名様になんですけど30点セット防災バッグね、リュックプレゼントしてるので、そちらにもねコメントどんどん来てくると嬉しいの。あの今日結構あのいろいろ話盛りだくさんなので、防災コーナーの時に限らず、まあなんか防災関連な感じのコメントいただいた方はそのままあの抽選券があるということにするので、うん、はい、どのタイミングでもあのコメントくだされば、防災バッグリュック欲しいとかでもいいよ。欲しい。そうそうそう、あコメントください。X でコメントしなくちゃ。はい、お待ちしています。はい、じゃあ、はい、行きましょうかね。じゃあ、うん、じゃあ最初に、はい、じゃあ話させていただきます。うん、じゃあまず僕の活動について。はい、活動について。で、僕活動がちょっといろいろあって、うん、まずは、こちらですね、デザインとイラストの依頼制作やるのと、はい、あとは創作活動、こういう、うん、こういうイラスト描いたりする創作活動と、あと歌う活動ですね、うん、人前で歌う活動を、ね、もう3点をしてるので、うん、これを順番にさせていただきます。楽しみ、はい、楽しみです。そんな感じで、うん、はい、僕ね、はい、あの用意してないと何も喋れないんで、今日とにかくすごいのよ。感覚もすごければ、これもね読ませていただきます。すごいのよ、盛りだくさんで。はい、じゃあまず一つ目、スタッフさん画像をお願いします。はい、ご依頼をねお受けして制作するイラストやデザインのお仕事です。これがね、まあ、多岐にわたりすぎて、はい、いつも口頭で使えるのに伝えるのに困ってまして、うん、あ、これ画像って全体にはならないんですかね。あ、これ全体な、うん、で、まあ、この画像にあるようにイラストだとマスコットキャラクターとか、うん、似顔絵とか人物のキャラクター、はい、あとは状況を説明する説明図だったりとか、うん、挿絵、
であとはイメージのイラストだったりとか物のイラストですね。これクレープとか書いてあるんですけど、はい、でデザイン物だと空にいろいろ作らせてもらってて、うん、ちょっと画像ないんですけど、はい、あのウェブサイトのデザインとかあと広告バナーといったウェブデザイン系とか、うん、ロゴデザイン、名刺、あとパンフレットとかプログラムみたいな織物とか冊子、うん、あとは織り込みチラシとかポスター、あとタペストリーとか横断幕とか、はい、キャンペーンの上りとかいろいろやってんのね。そうで企業の展示会とかで掲示する資料パネルだとか、うん、あとは商品のパッケージといった印刷物デザイン、はい、あとは商品自体のデザインもね最近やらせてもらってます。多岐にわたる、そう多岐にわたる感じで、全部そうなの。あこれはあの自分の創作で使うタペストリーでやってますね。かわいいよね、うん、はい。もう僕の制作の実績についてね、元画像で見たいよって人はあの、はい、今画面に大きく映ってたりここにあったりする QR コードから、はい、各 SNS から連絡してもらうか、そのページの一番下にお問い合わせフォームもつけてあるので、うん、そこからご連絡いただければ実績見せたりとか、はい、いろいろ相談乗れたりするのでよろしくお願いします。はい、はい、画像ありがとうございましたそんな感じの でっかくあるこの QR コードだね。そうですね、これですね、うん、これが一番僕の情報がまとまってるページになるので、はい、うん、ちょっと SNS 全然ないんですけど、こういうのもね全部作ってきてくれてすごいよ、はい、で2つ目が、はい、僕のオリジナルの世界観での作品展示とかグッズ販売を行う創作活動なんですけど、さっき あの依頼制作ではねどうしてもこうご要望があったりとか、うん、その制作物の目的とかターゲットに合わせてデザインしてったりするんで、その出来上がったものっていうのはなんか僕だけで作り上げた作品っていうよりも一緒に作り上げた合作、うんうん、みたいな感じなんで、うん、じゃあ僕だけで作ったものを世界観とかはどうなるのかっていうのも示していけたらいいなと思ってて、うん、であとはそのさっきめっちゃいろいろ作れるよって言ったんですけど、はい、その力をベースにして今後は企業のとかサービスのマスコットキャラクターの制作とかそれに伴うデザイン物のお仕事を今後いっぱいやっていけたらいいなと思ってるので、その素晴らしいサンプルとかそのサンプルこんなキャラクター作れるよとかこんなグッズ作れるよとか、うん、そういうサンプルとしても見ていただけたらいいかなと思ってやってるのがこの創作の活動でして、はい、スタッフさん画像をお願いします。で僕が作った眉の庭っていう世界を舞台に、うん、そこで暮らす生物たちの様子を描いてます。でコンセプトとか世界観とかまだまだ作り込み途中でコンテンツも少ないんですけど、うん、このどんな人でもこの庭に来れば好きな自分なりたい自分でいられるみたいなテーマで世界を作っていきたいなって思ってます。でまたねこの世界観について話し始めるとまた長くなるのでちょっと今回やめとくんですけど、今後ちゃんとそういう世界観についてもネット上で見れるように今後整えていこうと思ってるので、うん、忙しいねこれねやることいっぱいになるね。そうなんです、どうもありがとうございましたね。えなんかいろんなキャラクターのそういう自分のなんだろう世界観の場所になるんですね今のが。そうですね、うん、皆さんに参考にしてもらえれば。で、はい、あと3つ目が、うん、ライブバーとか人前で歌わせていただく活動で、歌って書いてあったね。そうなんですよ、うん、これがまだ7月に始まったばっかりの活動でして、うん、僕伏見駅にある伏見地下街っていう場所で、はい、作品展示したりする活動をしてるんですけど、うん、同じく伏見地下街でレッドブラックウィングスっていう方が、ね、はい、ミュージシャンとしてよくマーミの、番組見てくださってる方はきっと知ってる。よかった。そう、ね、で、うん、レブラさんがね地下街でライブしてらっしゃるつながりで、はい、それで仲良くなって、うん、でまたそのデブラさんがこの5月から毎月第4土曜日に、うん、同じく伏見でオープンマイク、うん、知ってる知ってるみんな知ってるよかったやってるね。そう、うん、でそこに遊びに行くようになって、うん、でこの7月にそこに一緒に参加されてた、うん、常川恒夫さんっていう人に、うん、常川恒夫さんね、はい、うん、
誘いいただいて、うん、あの活動するようになって、音楽活動をしてる、そうですね、で、ちょっと画像お願いします、はい、で、これはこの10月14日に堺にある R&B メルローズっていうライブバーで歌わせてもらった写真と、うん、はい、あと同じ日のね昼間にパパママハウスっていう障害児童のデイサービスを行っている施設で歌わせてもらった時のお写真です。こんな感じで常さんと一緒に、はい、眉のキーと with TT って感じで本当ね歌わせてもらって、前あのね、ナミさんが出てくれた時もそうなんですよ、ナミツネさんで常さんの紹介はあって、一度もマーミは常さんにお会いしてないんですけどなんか、はい、繋がってるな、そう、そういろんな人と、うん、ね、コラボされてるのかな、そうそう、いろんな人とユニット組んでいろんなとこで歌ってるすごい人、ね、ギターもできるし、ベースもできるし、うん、ピアノもできるし、うん、ドラムもできるし、一人で全部できちゃうね、めっちゃすごい人なんですよすごいすごいすごい、そうそうそう、うん、でもすごいね、なんかイラストレーターでありそうやって歌の活動もするって、うん、ね、両方、うん、もうずっと歌いたいっていうのはずっとあったんで、うん、本当にありがたいです。いや、歌えるイラストレーターいいよ歌もできてさ、いや、それは二刀流ですよ、はい、はい、うん、すごいですね、そう、うん、で、あのさっきの、うん、あ、ツイッターコメント入りました、はい、うん、ナミさんもね、ここにも来てらっしゃって、うん、そうそうそう、はい、お願いします。はい、じゃあコメント先で読み上げちゃっていいですか。はい、あ、マサさんからです。あ、マサさん、さっきの、あの、レッドブラックウィングスのマサさんから、イエイ、マミーさん、キートちゃん、こんばんは、見てますよ、レップラマサ。あ、よかった、はい、ありがとうございます。アツシさんです。こんばんは、マユミン、キートちゃん、かわいい絵を描くキートちゃん、素敵、伏見地下街で覚えてますかって。アツシさんってね、メガネかけてて、あのレブラの、うん、ファンで一緒に来てる人ですね、もともとマーミー あのファンオフ会とかにも来てくれてて、でレップラさんと一緒にコラボしたあのオフ会にも来てくれてて、そこでレップラさんと知り合って、はい、アツシさんですね、ありがとう、ありがとうございます、うん、覚えてる、なんか、はい、うん、ね、顔が結構まあまあさ、くどめだからくどめとか言ってかっこいい目だから分かるよね、分かります、ね、はい、あ、小一さんからも来てます、あ、ありがとうございます、はい、マーミーさん、キートちゃん、こんばんは、クー&マーミーの T シャツデザインが最高すぎました、ありがとうございます。後でね、またね、お話しさせてもらうけど、この私たちが今日着てるこのおそろの T シャツもキートちゃんがデザインしてくれて、ちなみにこの高校生みたいな可愛いキャラクターがマーミーで自分で言うなって、で、こっちがクーさんなので、クー&マーミーでね、はい、作ってくれ、後でまた話しますね、はい、はい、カキさんからもありがとうございます。ありがとうございます。マミーさん、マイノさん、こんばんは。マイノさんのイラストかわいいですね。僕はウサギ飼ってるので、ついついかわいいウサギのイラストに目がいってしまいます。そう、なんか、うん、自分耳が大きいキャラクターが、うん、好きで、耳大きいのが好きで、ウサギ耳大きい、そうで、うん、特に自分がウサギ好きっていうわけではないんですけど、うん、耳が大きいのが好きなんで結構ウサギ好きの人とかが展示してる中で見てくれたりとかしてて、うん、うん、へ、前野さんのプロフィールに好きな生き物、虫とありますが、あ、そうなんです、見てくださったんです、ありがとうございます虫を飼ってるんですか。飼ってはいないんですよ、イラストのキャラクターとして虫が好きなのかな。いやいやいや、あの、そういうことではない、実物が好きですね、虫はイラストじゃなくて実物の生きてるのが好きです、ね、まあまあマニアック全然詳しくはないんですけど、ありがとうございました。カキさんね、あの、インスタで飼ってるウサギちゃんとか載せてるね。あ、ウサギちゃん飼ってる、うん、あ、そこ書いてあった、そうそう、やっぱ癒されるね。耳が大きいって言ったらゾウさんとかも耳は大きいけどね。あ、確かに、うん、でもやっぱウサギっぽい感じの、うん、そうですね、ゾウでかいですもんねうちの世界めっちゃちっちゃいんですよ、ね、もともと卓上サイズの世界なんで、うん、だからゾウさんはいないんだね、きっと。あ、全然考えてなかったですね。でも私、あの、ミニチュアのゾウいたら飼おうって思うよ。あ、生き物でね、本当に、あの、ちっちゃいちっちゃいゾウさんが、あの、ペットとしてね、うんうんうん、売られてたら私ゾウ欲しいな。あの、ミニ豚みたいな感じで、そうそうそうミニゾウ欲しい、ミニゾウいいかもしれない、めっちゃ可愛い。でも、あの、開発しないよね、きっと。すごく大変だと思う、こう小さくしていく段階がさ、豚よりもさらに時間かかるしさね。
ちっちゃいゾウさん生まれないかもしれない、はい、ありがとうございます。はい、じゃ続きのお話お願いします。そう、うん、でさっき話あった奈美さんはここにも出演されてて、うん、9月4日の回と、うん、あとさっきコメントくださったレブラの光一さんがゲストでいらっしゃってる回も、はい、9月18日の回にあるのでキートと関連のある方の動画としてぜひご覧ください。そ うちの番組にマーミーのねハッピーマンデーに出てくれて、でこの番組ってだいたい YouTube にアーカイブ残るんですね。なのでねその今の言ってくれた日にちであるっていうことだよね。それマーミーがやんなきゃいけないぐらい全部やってくれてありがとうございます。なんかここに出るのに他の人どうやってやってんのかなと思っていろいろ見たんですよ、うん、でも知ってる人の見るじゃないですか、うん、みんな何にもこういう の台本とか準備せずにちゃんと喋れてるなと思って僕本当に書いてないと喋れないから。こんなに完璧な台本持ってきた人初めてだよもうどうしたらいいか分かんなくてキートちゃんの台本すごいからね、はい、これが時間内に終わるのか かどうか微妙ですけど、はい、じゃあでそんな感じで、うん、僕の活動はそんな感じでした、はい、コメント入りましたね。ありがとうございます。マサさんからです。その T シャツは可愛すぎて俺には似合わないですよ ね、いや本当に苦笑い。レプラの世界観には全然合わない。わかる。もうこっち寄りにしちゃったんで、うん、レプラさんって今ね知らない方たちはぜひ見てほしいんですけど、めっちゃかっこいい。 なんていうの、シブロックっていう感じ。大人シブロックなんですよ。なのにこんな可愛い T シャツを着せようとしたマーミーとクーさんがいかんかったって思ってクーさんの希望で愛は地球を救うの24時間テレビっぽい感じがいいみたいな、そうがいいっていうクーさんの希望があって黄色になったんですね。なんか白はちょっとあれだしとか言ってでもね本当にマサさん着てなかった の一応配ったスタッフさんにお配りして着てくださいって言ったけど、私もう言えんかったもん。マサさんには本当絶対似合わんって思ったもん似合わん、似合わん。しかもなんか着せるの濃くと思って当日のレプラさんもね、レプラオリジナル T シャツって、あれかっこよかった。黒に赤で、ね、ブロックでかっこいいのがあって、でマミのファンの方も普段に着れるって言って、うんうん、なんか1回イベントで買ってもう1枚ね買ってたもんね。なんか洗い替えに欲しいからって言って、うんうんうん、ちゃんと普段着に着れるとか言って、うんうんうん、なんか男の人にはやっぱああいう感じの方が良かったんだろうね。これはちょっとねなんかイベントの時に、そうそう、イベントの時でもマサさんこうやってなんか合わせて写真撮ってくれてありがたい優しさ、優しさ、マサさんの優しさ、そう本当はね、ちょっとかっこいいね。もうちょっと考えてみたんですけどね、はい、コメントもう1枚読みますね、はい、どこまるさんです。あ、はい、ありがとうございます。マー君ですね。こんばんは、マーミー。誕生日僕と3日違いだ。僕は11月4日。キートさんのイラストも可愛いね。ありがとうございます。僕もオリジナルのイラスト描くからっていうか、元画家志望。防災グッズ。クーさんの宣伝にもなるし、誕生日も近いからくださいって。ありがとうございます。エントリーしますね、これ。防災グッズ。当たるといいよね。ありがとう。ドンコマルさんはこちらにパネルがあるんですけど、そうなんですよ。これを作ってくださっていて、キンキンギラギラの本当に世界にない1台しかないっていうキャンピングカーを乗って見えますすごい。 YouTube チャンネルもやってて、でね本当に私実は自分のなんて言うんだろう、ノートに、あ、これはアップはできんわね、どこにやったらアップできん、はい、うん、このこれがさ自分で作られたそのイラストなんですね。ちゃんとステッカーもらって貼ってます、ここにかわいいでしょ、うんうんうん、ね、12月にドンコマルさんもゲストで来てくれるんですよ。大阪の方なんですけどね、はい、当日会えるの楽しみにしてます。まだ一回もお会いしてないから。ああ、そうなんですね。でもすごいいろいろ、いつも嬉しい、すごい、うん、ありがとう、はい、はい、じゃあ続きをまたお願いします、はい、やばい、めっちゃ喋っちゃったってことで、そうですね、はい、このあ続きですね、続き、はい、でそのはい、まあ、活動はさっきの3つで僕はどんなことやってるかなっていうのが分かったと思うんですけど、はい、次から僕の活動の宣伝させていただきます、はい、でまず1つ目がマーミーさんとクーさんのイラスト描けましたってことで、そうなんです、ご縁があって、はい、でもともと T シャツっていうかキャラクターを作りたいなと思っていた時にね、ちょうど本当に素敵なご縁でキートちゃんを紹介してもらって、でこんな可愛いね
のができたんで、でこちらの方なんですけど、あの私たちのやってる活動、防災の活動で、ね、よくあのラジオでもお話しさせてもらってるんですけど、うちの番組のスポンサーのクーさんと、まあ、私 でこのキャラクターになってるんですけど、画像をちょっとお願いします、はい、そう、これすごい可愛いの、このデザインね。そうで、うん、今日お会いして、あ、もっと髪の毛黒くした方がいいねって話になって、そうそうそうあの送ったその資料がちょっと割と髪の毛茶色めだったんね、これみたいな感じでって送ってもらってたやつが結構茶色めの、うんね、うん、でもマーミー結構本当黒髪って言われるのでね、もうちょっと髪の毛黒くてもいいのかもねっていう話をさっきしてたんですけど、うん、でもすごい本当可愛すぎてこれ黒くするとどうなるのか分かんないけど、またちょっと調整しようかなって思います。私はすごい気に入ってます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、感じて、はい、今日はこの流れで一応あの防災コーナーもここで始めようかなと思ってるんですけど、今あのコメント入ったんでコメント読ませてください。あつしさんからです。その T シャツかわいいね、僕が来たら乳首がなって、これマーミーに読ませないでよこれでもあえて S を切る、あのね、ピチピチ、あつしはねいつもねピチピチなわけ、なんか T シャツが、ピチピチで、ね、あの乳首がね目立つから、あのでもまあそれがあつしだからいいのかな、なるほどそう、はい、ありがとうございます。あえてじゃあ S あのお買い上げしてください、よかったらそう、この T シャツも一応販売させてもらってて、あのでも販売目的っていうよりはどちらかというと、こちらもあのなんていうんだ、寄付活動にあの使わせていただいてるので、もしあの今日見てねこの T シャツ欲しいっていう方いたらね DM くださったら、あのまだ T シャツ在庫あります。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ防災コーナーお願いします。はい、ですね、今日はですね、あのちょうど防災のこのバッグの中もね、あのこれ30点セットなんですけど、まあ、本当に必要な防災グッズって何なんですかってよく質問されることがあるんですよ。本当に絶対持ってていいものって何みたいな。でそれなんですけど、あの次の画像にもう行っちゃっても大丈夫です。あのね、何だったっけ、命の危険を回避できるものかどうかっていうことをまず一番ね基準に考えるんですけども、あのその中にさらに女性だったらこういうものも必要だよっていうのが今まあ書いてある通りなんですけど、あの基本のセットプラス私だったらこれはいるっていうものも必要なものってあるじゃないですか。例えばまあ高齢者の人とかだったら、あの普段日常使いで絶対必要なもの、まあ、毎日飲んでる薬とかさ、うんうんうん、そういうのもさ普段はあのちゃんと持ってすぐには出れないから、やっぱり防災バッグの中にも入れとくべきだし、うんうんうん、ね、うん、その入れ歯のケア用品だってさないと困るじゃない。でなかなか物資で配られるのってその3日間はやっぱりあの流通がうまくいくかどうかわからないから、一応基本的なそういう水だったり食料だったりとかも各自が3日分は最低ねあの用意しとくといいですよって教わると思うんですけど、その中にお薬3日分とか、まあ、その入れ歯のケア用品もスペアとして、うんうんうん、なんか自分家で普段使いようと、あと防災グッズの中にも入れとくとかしとくといいと思います。あのでちなみにあと乳幼児赤ちゃんとかだとさ、うんうんうん、やっぱ離乳食とかが行ったりするじゃん、おむつもだけど、そういったものとかもやっぱり個別にきちんとやっぱ考えなきゃいけないことだし、でお子さんが見える方だったら避難所生活ってやっぱり退屈だからおもちゃは必要だと思うし、でもあんまり音がうるさいおもちゃだとさ、うんうんうん、周りの人たちに迷惑かけるといけないから、うんうんうん、なんか実際に避難されたママたちとかに聞くと、うんうん、あの案外役立ったのが塗り絵だったり、うんうんうん、あの折り紙だったり、うんうんうん、そういう、まあ、昔のおもちゃにはなるんだけど、そういったものうん、とかも良かったよっていう話なのね。そういうのだったりとか、まあ本もね、絵本もいいよね、うんうんうん、ゲームもあの音を止めればあれだけど、やっぱり電池っていう電源をね必要とするものだから、まあどうしてもさあの避難所であれかもしれないけど、でもそういう時ってもうそういう時だからこそ、まあそういう古来の遊びみたいなやってみても楽しいのかなと思うよね。的には紙とペンが必要ですね。そうそうそう。書いて過ごす。そういったのもね、そう必要だと思うし、あとペットちゃんがいるところ、うん、だ
と、あの一緒に避難所に入れるかどうかっていうのはその地方によって違う、自治体によって違うみたいだけど、わりかしやっぱり別のところでペットちゃんだけ集めたりとか、あとはもう本当にペットがいるので車中泊しますみたいなね、そういう方たちも見えるみたいなんですけど、それでもやっぱりワンちゃんたちのうちた私たち人間みたいにさ、ね、水とご飯は3日分やっぱいるわけだし、でおトイレもねやっぱりそういうシートとかもいるだろうし、そういったことも、考えて、あのすぐに持ち出せるようにバッグの中に入れといたらいいと思います、はい。まだこれありましたっけ、次って何かありましたっけ、もうこれで終わりだったっけ。あ、そうだ、あの車中泊とかもあの避難する時とかもあるんですけど、車中泊とか関係なしに普段からあの車の中に入れとくといいよっていうものが、あの今書かれているようなもの、でこういったものは、まあ、車にスペースがあれば入れといもうずっと入れといちゃっても、いざっていう時に何かね、あのたまにですけどそういう雪の大渋滞で、あの車どうしても止まっちゃって、テレビで見たことある、お手洗い行けないとか、だからそういう時にやっぱりあの簡易トイレ持ってたらすごいね便利だと思うし、だからこういったものもあの入れとくといいと思います。はい、じゃあ次お願いします。はい、これはあの避難所で避難するときは、まあ、自分で、まあ、リュック背負って持ってけれるものだといいんですけど、普段お家で、ね、自宅待機で避難する場合もあるじゃないですか、まあ、そういったときに あると基本的にあるといいものですって言われているものをちょっとリストを出してみました、はい。やっぱりお水がね止まっちゃったり電気が止まっちゃうので、そういったものが可能になるものがあの重要ですよね、はい、です。でそんな感じで今日はあの防災グッズをまとめてみたんですけど、ありがたいリスト。えこれってどっかで見れたりするんですか、このリスト。はい、このリストもあのマーミーのインスタで上げるのと、あと2週間後にまた今日の話は、YouTube で上がるんで、あの今まで今日で第46回なんですけど、ずっと防災コーナーはやってきてるので、本当はマーミーがあの自分で7回ぐらいまでは防災コーナーだけ抜き出して自分の YouTube にやってあるんですけど、あとは全然できてなくて、そう、ちょっともう追いつかないな追いつかないなと思ってて、でも役に立つから防災コーナーだけ本当に抜き出してねやりたいなと思ってるんですけど、頑張ります。はい、以上防災コーナーでした。はい、じゃあまたね続きをお願いします。はい、でマミさんたちがやってる防災の活動はなんか阪神淡路大震災からのなんか流れでやってるみたいな話なんですけど、はい、僕実は東日本大震災の復興支援活動から始まった会社さんとあのお仕事をしてまして、はい、時間ないからわーって始まった、東日本もね震災あったからね。で、あ、画像お願いします。それがあのサメカマモの専門店アトリエシャークさんですね。聞こえ出せばよかった。あ、これ出しましょうか。じゃん、こんな感じで今お話ししてるのはこれのお話いきます。クラファンよろしくって書いてあるよ。そうなんですよ、はい、クラファン。でこちらも、会社自体は神戸の会社なんですけど、社長のねサメ兄さんっていうんですけど、はい、があの東日本大震災のボランティア活動を大学でされてた流れで立ち上げられた会社で、その被災地の一つに宮城県気仙沼市っていうサメの漁獲量が日本一の場所がありまして、そうなんだ、気仙沼がそうなんだ。そうで、そのサメを使った商品を出して、産業支援をしていこうっていう会社になってます。素晴らしい。そう、はい、でここはあの、僕はここのクリエイティブパートナーとして一緒に商品開発したりとか、あのいろいろお仕事をさせてもらってます。で波乗り上手くん、そうなんです、今、その、なんか財布とか、あのカバンとか作ってる会社なんですけど、その作る過程の中でどうしてもね、細かい歯切れがすごい出てきちゃうんですよ。サメの皮で作る、サメの皮です。そうです、あ、ごめんなさい、それ言ってなんかサメ皮、サメ皮でそのカバンとか、そうです、そうです。で、まあ、歯切れ的なっていうことはね、そう、もう商品にできないような細い歯切れとかがいっぱい出ちゃうのを活用した商品を作って、そのサメ丸ごと1匹ちゃんと最後まで使っていこうっていう商品の一つがこちらになってまして、で今、クラファンやってるんですけど、こちらあのサメ好きさん向けに作った
テープカッターとスマホスタンドとここにあるんだよね。あ、じゃあこれじゃないんですよ。これ今やっててまだ商品にはなってなくって、今この写真もサンプルの状態で今出してて、でペン置きスマホ、あ、じゃあメモスタンドっていう4つの機能がついたサメ革でサメ型のルームを出してます。で今回ね、商品自体の形状は僕デザイン担当してないんですけど、うん、一緒に販売するあのこちらのマスキングテープのね、うん、デザインを僕が担当させてもらってて、人気のサメ、その写真のやつ、その写真のやつです。でここの、 あの QR コードからあの行って見ていただけると、はい、もっと詳細が見れるので、波乗り上手くん、詳細はこちらみたいな、こちらで波乗り上手くんって検索しても多分出ると思うので、よかったらそちらを見てください。はい、まして今回のね、購入での支援プランもあるので、うん、どうぞご支援いただけるとありがたいです。すごい社会貢献の会社なんだね。はい、うん、こんな感じで一緒に出させてもらってます。はい、でね、あ、一緒に今下に、こっちか、こっちの奥に映ってるサメのキャラクターが、はい、あのうちの庭の子なんですけど、ガブちゃんって言って、その子ね、そう、はい、あ、このアトリエシャークのマスコットキャラクターとしてお勤めをしているので、うん、かわいい、よかったら応援よろしくお願いしますそんな感じで画像ありがとうございました。はい、はい、なんかね、あのフェーズフリー商品を、フェーズフリーってあの防災の普段日頃から、防災グッズとしてじゃなくて、普段日頃から使っているもので防災を意識している商品ってあるんですよ。で実際さっきね、偶然その話してたら、そのアトリエ、うん、シャークさんで作ってるカバンが、これがここがホイッスルになっていて、ここホイッスルになってたりとか、もう使われてるのが、うん、あの280キロまで耐えられるパラコードになってたりとか、あのパラコードっていうパラシュートのコードなんですけど、これ使ってるのすごいなって、 防災ね、やっぱり意識されてっていうか、でここはもう、うん、あの水が入らないように塗水ファスナーになってたりとか、うん、いろいろ機能がついてるおかばんだったりとか、はい、あとこれは僕があのデザインしたんですけど、アップできましたね。サメのなんだっけそれ、サメ型のマルチツールになってて、いろんなことができるんだね。この、この子なんだけど、例えば口のところでダンボール開けれたりとか、うん、缶切りにもなるんだけど、缶切りじゃない、缶切りじゃない、なんて言えばいい、瓶開けたりとかの機能もついてるし、うん、あと爪やすりとかも、ね、そういろいろついてて、うん、まあ、それもアトリエシャークのホームページをぜひ見てください。だからこれもフェーズフリー商品になるので、ちょっと困った時に、来週マーミーのその防災コーナーでアトリエシャークさんのそのフェーズフリーの商品をきちんとちょっと話してみようかな。そう、ぜひ勝手に勝手にアトリエシャークさんやらせてくださいそうそう、こういうサッシもね、僕が作ったやつなんですけど、はい、そう、でクラファンも12月の30日までクラファンやってるっていうことなので、来週あのちゃんとまたこの番組で防災コーナーで取り上げたいと思います。ぜひお願いします、はい、さっきそれは、ね、その情報もここからでもあの情報いけるので、はい、お願いします。そして、はい、じゃあその次、はい、スーパーソロパフォーマーお嬢のグッズを作りましたすごいねこれね、はい、お嬢っていう、お嬢多分知らない人が多いかなって思うんですけどこれ写真出してもらっていいだったっけ。そうですね、写真お願いします、はい、お嬢って、私はちょっとわからなかったんですけど、多分知らない人が多いかなと、うん、お嬢はですね、はい、愛知県稲沢市と春日井市を中心に活動されてて、例えばこうやって地域のお祭りとかのステージで踊ったり歌ったりとか MC したりとか、そういう活動の他に稲沢ケーブルテレビのタレントさんとして、すごいですよね、お嬢のわちゃテレっていうテレビ番組をローカルネタを紹介するね、わちゃわちゃした番組を担当してたりとかする子です。お嬢です。スーパーソロパフォーマーお嬢、これすごい、昨日おとといにあった春日井祭りで踊ってらっしゃったんですけど、はい、めっちゃすごいんで、何系の踊りをされるんですか。 K-POP を踊ってらっしゃる、すごいですね、衣装がだってすごいもんね。そうですね、かっこいいのを着て、うん、女版 TM リボリューションファーとかなってるけど確かに、うん、すごい、でも似てるね、すごい、そんな感じ でその子の、ね、はい、イラストかとロゴをね作って、うん、今回作って、このお嬢っていうロゴも、はい、あのキートちゃんが作ったの。そうですそうです、かわいいじゃん、なんかこんな感じで見えますかね、こんな感じで、ロゴだけでもなんかあれだね、そうやってアクキーになる感じっていうか、うん、これね、これこんな感じで、うん、
作ってます。すごーい。お嬢、ね、これからお嬢が出演するイベントとかで、はい、販売していくみたいなので、はい、よろしくお願いします。お嬢になんかみんなお嬢見たくなるよねそう、ぜひ見てほしいです。あ、本当に。で、本当にあのイベントとかで踊ってるのすごいんで、生お嬢検索かけたら出るんじゃない。 その QR コードでなんか出るの。これは QR コードで情報を見てってもらった方がいいかもしれないです。お嬢だけで検索してもお嬢って名乗ってる人いっぱいいるから。そうなんだ。お嬢って名前の人。でもこれお嬢丸丸、そう、お嬢丸っていう名前でやってます。でお嬢のわちゃてれで検索してもらうとお嬢丸ですね。そう、 YouTube で1ヶ月遅れでそのテレビの番組が見れるので、よかったらお嬢の応援もよろしくお願いします。めっちゃ頑張ってるんでこの人本当によろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ずっと仲良くさせていただいてて、ガズありがとうございました。はい、ありがとうございます。こんな感じです。はい、で、はい、次、はい、次は僕の創作活動に関する、はい、私持ちました。ありがとうございます。2024年1月、伏見地下街で作品展ですの話です。はい、そう、さっきもちょっと話に出たんですけど、うん、名古屋市営地下鉄東山線鶴舞線の、うん、伏見駅の東改札口から出入り口 ABCDE に向かう通路のところが伏見地下街っていう、うん、あの飲み屋街みたいな感じの場所になってまして、結構ずっと続いてるんだよね。そうなんですよ。あ、映像お願いします、うん、はい、映像見ると分かりやすいかな。ここが改札で駅降りるとずーって本当に通路なんだよ。そうそうそう、なんかね、これ今年の7月にやらせてもらった作品展の様子なんですけど、うん、でこうやって壁のショーウィンドウを使って、うん、不死地下アートっていうアート展示企画を、はい、梅ちゃん先生主催のもと、地下街と交流のある作家さんとか、うん、そのお知り合いさんとかで期間ごとに作品展示を行ってます。こんな感じで、でこの伏見地下街での展示が、うん、まあ、僕2021年から今のところ年に一度のペースでさせていただいてるんですけど、すごいいい展示スペースだね。そうなんですよ、うん、1月のトップバッターをさせていただくことになりました。へえ、あ、そっか、そう、来年の1月 に, 1, 月に 1ヶ月間ずっとキトちゃんなの。ちょっと具体的に何日にその搬入をして搬出してっていうのがちょっとまだ決まってないんですけど、うん、で何枠になるかもちょっと直前まで分かんなくって。すごいね。そう、こんな感じでやらせてもらってます、うん、やりがいありそう。めっちゃ大変です。いつもね、結構たくさん苦しみながら作ってるんですよ。ね、逆に足りないとあれだしね。やばい。次もね、一応今のところ10枠予定なってて、うん、今のところまだ何も考えられてなくてやばいっす。え、やばいんですよ。大丈夫大丈夫、もうピンチの時にひらめくから。そう、こういう感じの場所で、はい、うん、で、許可がもらえたらね、ここの、はい、もうちょっとしたら映るんですけど、はい、ここのビーンズさんの横の長者町画廊ってところでこうやってグッズ販売させてもらえたりも。画廊ありますよね。そうなんですよ、うん、まあ、画廊自体は今ちょっと閉まっちゃってるんですけど、許可がもらえたらこうやってグッズ販売もしていくので、はい、その時にはぜひ会いに来てください。はい、はい、生キートちゃんに会えます。地下街にはね、愛知だもんでっていう串カツ屋さんがあるんですけど、うん、そこには僕のイラストもちょっと飾ってあって、このイラストが飾ってあるんですけど、はい、めちゃくちゃ美味しいんで、よかったらしてください。ワンコインランチとか、バナナジュースつけると何百円引きとか。あ、そのもやってるんですか。やってます。知らなかった。はい、愛知だもんで、ちょっとやらせてもらう、うちの番組でも、うん、案内させてもらったことがあって。あ、そうだったんだ。はい、見てなかった、うん、美味しいです。そう、めっちゃ美味しい。特に県外から来た人とかで名古屋飯なんか食べたいなって人は、味噌串カツ食べれるしね。味噌串カツがめっちゃ美味しいんで、名古屋飯食べれるからね。そう、ぜひお越しください、うん、愛知だもんで、はい、バナナジュースもくっつけるともう腹パンになります。お腹いっぱいになっちゃうんだわ。やったことないそれ。串カツのランチにさ、まあまあちゃんとご飯もねついててさ、ランチの時間に行ってないからな、わかんない、うん、バナナジュースつけると本当お腹いっぱいだよ。食べたい食べたい、行きたい。でも身内だからね、うん、絶対いいと思う。行きたいな、はい、って感じで、はい、1月来てくださいって話で、はい、来年の話またこちらですか。はい、で来年、さっきは来年話だったんですけど、はい、11月と12月にデザフェストクリマでグッズ販売をしますって話で、はい、画像お願いします。画像お願いします。
ちらですね、はい、こちらですね、こちらもね、ここの QR コードから、情報まとめてあるんで、そっちからも見てもらえたらいいかなって思うんですけど、11月11日、うん、12日の土日両日、もうすぐだね、そう、やばい、東京ビッグサイトの方で行われるデザインフェスタ58に参加します、はい、これキートちゃんもいるの、ここに、これは僕います、僕がやってます、僕が、うん、そこにブースにいるってこと、そうですそうです、じゃあその中そこでも会えるんだね、そうです、2時間1階の C のエリア、うん、関東の方たち、うん、そう210番で、うん、会えるそうですよ、出してるんで、はい、お願いします、12月は名古屋でも会えるんだね、終了10分前やば大丈夫大丈夫、ポートメッセ名古屋で、もうこちらはさっきのアトリエシャークで、はい、アトリエシャークとして出るやつで、はいはい、あのこっちのね、あの画像にもあるガブちゃんのグッズを持って行かせてもらいます、そうなんですね、でアトリエシャークの商品も、はい、あのサメイさんが持ってくるんで、はい、サメ革ってどんなんだろうって気になる人はぜひお越しください、ね、触り心地もね、そうなんですよ、めっちゃいいんですよ、ね、柔らかくて、もうその話もしたい、はい、本当は、はい、うん、時間がなさすぎて、はい、あれですね、映像ありがとうございます、こちらもじゃあ次のやつもこちらも、あ、そうですね、はい、あ、コメントが入ったみたいで、どうぞコメントも読みます、はい、ありがとうございます、あ、ゆみさんだ、あ、ゆみさんだ、ローズウィンドウのあゆみさんから、はい、こちらのね、もうちょっと、あ、もうちょっと見えるようにこれ持って、はい、あのこのローズウィンドウを作ってくれてるあゆみさんから、マーミーさん、キートちゃん、こんばんは、キートちゃんの活躍素晴らしくって防災グッズのお話もうんうん言いながら見ています、ひまわり防災プロジェクトのキートちゃんデザインの T シャツすごく可愛くてお気に入りです、千秋さんとバナナパニックさんで来たりしています、あゆみさんありがとうございます、はい、バナパニー放送局見てます、そう、あの私とねくーさんがあの曲書いてって言ってレップラさんが書いてくれた虹とひまわりっていう曲があるんですけど、こちらの CD の、 あの表にねこのえこれは実物そうじゃないこれ多分、うん、あゆみさんが作ってくれたローズウィンドがね表になって、あゆみさんありがとうございます、入ってる、はい、綺麗だよね、はい、こちらじゃあ私持ちますね、はい、じゃあ次のお話をしてもらおうかな、はい、はい、どうぞ、でその僕の世界観についてまだ、ネットでちゃんと発信できてないよっていう話をさっきしたと思うんですけど、ちょっとまだ今のところまだできてないんですけど、ファンネっていうあのサイトで作品投稿をしていこうと思ってて、こちらがそのサイトになります、そう、はい、でこれもねさっきの僕の QR コード先から僕のページは飛べるんで行っていただけるとわかるんですけど、なんかクリエイターとファンをつなぐコンテンツマーケットって言って、そのクリエイターさんが出してる、ものを閲覧するほか、そのクリエイターさんが出してる作品に対して投げ銭ができたりとか、そんなのあるんだ、初めて聞いた、映像じゃないや、その作品とかを変えたりとかするマーケットになってて、でこれをちょっとね利用していこうと思ってるので、はい、よろしくお願いします、はい、ちょっとまた僕どっかでお知らせすると思うんで一個コメントちょっと読ませてもらっていいですか、またもう2枚読ませてもらっていいですか、みはちさん、みはちさん、みはちさん来てた、ありがとう、見始めました、伏見地下街飲食店もっといろいろ食べに行きたい、行こうね、一緒に行こうね、うん、お友達、そうなんですよ、みはちさんは僕のことを本当にずっと前から応援してくれてる人で、はい、そうなんだ、みはちさんありがとう、そう、この前初めてお会いできたんですけど、あみはちさんデザフェス来るって、ありがとうございます、デザフェス楽しみにしていま す、またね、デザフェスってあっちどっちだっけ、東京の、東京来てくれるの、あ、東京の方面の方が近いのかな、ありがとうございます、ですね、そう、はい、さんはね僕の世界にも登場するんで、あ、そうなんだ、そうなんですよどれがじゃあ宮地さんかあれだね、そう、探さないと、ちょっとここにいないんですけど、はい、じゃあ次の話、最後、歌の活動に関してです、前のキーと with TT でやらせてもらってます、映像お願いします、はい、さっきのつねさんの話だね、一緒にやってる、TT はね、つねさんだからね、そう、つねかわつねおで TT ってTT だからね、なんか TT って言うとかっこいいそう、なんか僕がかっこいろいろ、はい、はい、これは映像が出るのかな、はい、そうで、ちょっと待ってください、僕がこうやっていろいろ宣伝活動しながら歌っていけるようにってことで、うん、僕がこうメインでやっていけるように、はい、つねさんは TT っていう風に名前を隠して、うん、名前決めてくれて、あ、そういうことなんですね、そう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 、はい、僕を立ててくれて、うん、お、キートちゃん
これ10月14日の、うん、え、なんか歌うとさ、歌うと声結構あれだね、喋ってる声違う。え、これキートちゃん？え、なんか声違う、色っぽい感じなの、ね、あの大人だね歌うと違う。えー、ほんと違う、面白いってもらえて、え、絶対面白いと思う。MC トークになったら声変わっちゃうんじゃないですか。トークって喋る、声で喋るんですか、うん、じゃなくて、あのちょっと喋ったら今の声でしょ。ちょっと喋ったら、トークはトークの声でしょ。歌う時だけ声別人なんですけど声がで、なんかライブ情報もあるよね。そうなんですよ、ライブ情報があって、あ、じゃあライブ情報の方お願いします、うん、すごい素晴らしい、本当になんかあのドスが効くのね、なんか低い声で歌う方が高い音も出るんですけど、うん、歌いやすい、そう、低い方が歌いやすくて、で、はい、ライブの予定がこちらになってます、はい、次に11月4日土曜日に安城市にある、そうなんですよ、うん、カフェ B っていうところで歌わせてもらうのと、はい、あと来月11月から毎週第3水曜日に、うん、あの本郷駅の超近くにある、はい、あのアルマジロっていうバーでも、それはもう毎月頑張っていこうと思ってるので、うん、よろしくお願いします、はい、こちらはあのキードちゃんに会えます、そう、こちらあの頑張って毎月行くんで、ね、はい、よろしくお願いします。声の違う感じ、あ、これ書いてあった歌の活動、ね、あの YouTube でも配信されるので、うん、遠くの方はね配信見ていただいたりとか、はい、アーカイブ見たりとか、うん、そういうのはね、みんなね、あのキートちゃんの、ここからあの情報のところ、あのインスタ見てもらうと、インスタとあのインスタの下にこう URL があるんだけど、そこ見てもらうとね、キートちゃんの情報が全部、はい、インスタがこちらで、インスタ自体は全然更新できてないんですけど、ここからこっちを入ってもらうと、ここにね、あの今日もねラジオあの出るよってことが書いてあったりとか、こっちで全部、そうですね、今 SNS 系全然頑張れてないけど、ここの更新だけはとりあえずなんとかやってる状態なので、ここ見てもらえると情報がまとめて見える、可愛いよね、これはこのラジオ用にちゃんと書いたんでしょ、ラジオ用に、ちょっと別のやつで使ってたやつ使い回しなんですけど、うん、あの文字だけ変えて、ね、喋、うん、れるかなって書いてあるけど、どうでした？喋れました？なんかもっと文章を少なく用意しとかなくちゃいけないなって勉強になりました。あ、いい経験だと思います。はい、あのこんなにね、あのシナリオってよく書いてきた人いないから。いやー、もう書いてないと喋れないんで。台本なんてもう列ちょっとチャって書いてあるだけだからね。喋る練習をするためにも歌う活動やってて、あ、いいと思う、それもね、ちょっとあの次回ゲストの予告してもいいですか、はい、お願いします、はい、次回のゲストはですね、あの1回も会ったことないんですけど、紹介者さんも1回も会ったことない人でどうやって紹介するのと思うんですけど、あの Facebook でつながった杉崎裕二さんっていう、あの曲作詞作曲動画制作やってる方が見えるんですけど、すごい、その方があの以前マーミーの動画をあの作ってあげようかって言って、あの作ってくださったことがあって、まあ、そういうご縁もあったりした中でですね、私がラジオをやってるっていうあのこともまあいろいろ見てくださってて、名古屋じゃないから、その杉崎さんはで、あの今回来る太田由香子さんはあの一回も会ったことないから、何をやってる方かも本当は知らないんですけど、聞いたところによるとですね、あのヨニリストって言って、あのヨニって女子の大事な部分、子宮系のことを言うんですけども、そういったことの活動で、地球の汚染は子宮の汚染ってあのフェイスブックに書かれてたので、どんな話なんだろうと思って、で女性の経済的自立と地球環境を守るってこともあの書いてあったので、いろんな話が聞けるかなと思って、まあみんな楽しみにしています。結構時間せっちゃったんですけど、なんかいろいろ告知もあったんですけど、あのマーミーの、どっかに載せます近いのだけ言わして、近いのだけ言わして、あの今度さ、海のさ、10月28日の、土曜日だったかな、日曜日だったかな、いつもやってる2ヶ月に1回やる、はい、こちらですね、はい、清掃ボランティア
やります。でこの日はハロウィンイベントも組んでいるので、マーミーコスプレ参加することになっていて、何をやるかは内緒にしてて、来てくれた人には分かるから。でしかもマーミーの会社の方からですね、なんと防災グッズを1名様にプレゼントっていうことでですね、提供させてもらってますので、はい、またぜひね集まってください。プレゼントして、はい、当日参加も OK です。はい、よろしくお願いします。ということで、なんかちょっと最後いつも駆け足になっちゃうんだけど、はい、じゃあ伝わったかな、伝わったかな、すいません、はい、ありがとうございました。またいろいろ SNS の方でも補充しとくんで見てください、そこら辺見てください、ね、よろしくお願いします。はい、じゃあ今週もまた、はい、月曜日始まりましたけど、皆さん頑張って来週またお会いしましょう。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい、おやすみなさい、ありがとうございました。歯磨けよ。見ようかな、じゃあ。